こんにちは。小説家の田和田陽子ですで。生まれは東京なんですけれども、もう長年ドイツに住んでいます。で、今はもうここはベルリンの自宅です。去年の10月に生まれて初めてブラジルに行きました。で、訪れたのはえー、っとサンパウロ、リオデジャネイロ、それからポルトアレグレで,で えっと、私の小説のポルトガル語訳が2冊出,発さ出版されたので,でそのプレゼンなどを大学で行いました。でブラジルってすごいなと非常に、えー、っと尊敬の気持ちを感じたのは移民の歴史に触れた時でした。でいろこのヨーロッパとかアフリカそれからアジアからいろんな 移民が入ってきてきで、今のブラジルという大きな国ができたわけですけども、最初にこの大陸に着いた人たちは、えー、これから何を食べて、それからどんな家に住んで、どんな作物を植えて、どんな社会を作っていくのかということを自分の頭で考えて決めていったんですね。でこれは 当たり前のようだけどすごく難しいことだしすごく素晴らしいことだと思いますすでに出来上がった社会の伝統に従って生きていくのではなくて自分で考えてで自分たちで話し合って決めていったっそれってもしかして、えー、民主主義の基本じゃなないかなと思ったんですですからぜひ、うん、新型コロナウイルスに負けずに この民主主義の伝統を守って頑張ってくださいで、私はもしもう一度ブラジルに行くことができたらぜひぜひアマゾンの熱帯雨林に行ってみたいなと思っています最近地球上の生物の種類が減りつつあることが問題になっていますが なんか生物の種類の特に多い国のことをメガダイバーシティ国家というそうです。でもちろんブラジルがそのナンバーワンですね。であそれだけじゃなくてアマゾンの熱帯雨林がどうなるかで地球全体の温度がどうなるかも決まってしまうそうです。で地球にとってそれだけ大切な国ブラジルが今どうなってるのか。 世界中の人たちが関心を持って注目しています今の世界はいろいろなウイルスが流行っていて大変な状態になっていますコロナウイルスだけではなくて貧富の差を広げるウイルス家庭内に暴力を引き起こすウイルス自然を破壊するウイルス民主主義を壊そうとするウイルス学問の大切さを忘れさせるウイルス 人種差別ウイルスなど危険なパンデミックが地球に広がっていますブラジルの皆さんもそれに負けないようにぜひ元気でお過ごしください、うん